よろしくお願いします。よろしくお願いします。なるほど、はい、言いたいことは分かりました。分かりましたか。ここですよね。ここと意外に表面はあのストレートっぽいんですけど中すごい癖があって、あここがあのいろんな方向を向いて。結構あるじゃないですか。そうなんです。毛質が違うというか、表面 と、 あと襟足も全部右に流れてベハンってこう右に行っちゃうので左に毛がなくなったりとかして、左に毛がなくなって全部右に行っちゃう。右にあの気づいたら行ってっていうので、あ普通に。で宿毛矯正が3、4ヶ月前。4ヶ月前です。ですよね。だけどあんまりちょっとかかりが緩くって、うん、結構出てるかなという感じで。結構出てますね。はい、すごいボリュームが出ちゃいます。ですね。耳にかけてもボリュームがポカポ出ちゃうというか、あの、はい、収まらない。矯正がうまく効いてればここ量取れるんですよね。うん、今効いてない状態でここ取ると多分膨らむから。矯正とからかな、はい、ハイライトは矯正とさすがにはできないんで。そうですよね。美容師さんです。なかなか緊張しました。全然ゆうさんのレンちゃんなんで。あ、そうなんですか。そうそうそう、確かに前回のところも甘い、うん、一番聞かなきゃいけないここが甘いですね。そうなんです。あとなんかここの真ん中、ここも結構うねうねで、うん、そこがどうしても、うん、ボリュームとして出ちゃうので。確かになんか襟足が跳ねちゃうというか浮いてますね。いつも襟足がトレートしましょう。そこなんですよね。そこがここですよね。うん、気になります。頭のもうバーって歩いたりすると、うん、要はこうなるってことですね。そうなるってことなんですよね。ですよね。外羽にセットするとなんか、うん、オッケー。カットどんな感じがいいとかね。ここは取ります。そうですよね、うん、カットは長さはあの、うん、そんなに気になってないんですけど、うん、ここのあの顔周りを、ま、マッシュっぽくというかこう詰めてもらったんですけど、ここが伸びてきた感じです。ああなるほど、はい、マッシュ、はい、まあ、ウルフっぽくしたい。そうですね、うん、いいかもしれない。セットでウルフっぽくというかこう。ああなるほど、はい、でも程よく短くていいですよね。程よく短くて、はい、いいです。はい、でこっちが取りつつ、そうですね、ここのボリューム取りましょう、はいはい、これは結構でもしっかりとした癖ですね、うん、そうなんです、うん、今まで矯正かかりが悪かった以外なんか失敗あります？毛先のハイライトのブリーチのところがちょっとビビったりもします。いやーだー。でもその毛はもう全部切りました、いやなぜかというとアルカリ蓄毛矯正行こうかなと思ってるんですよね、はい、なんかあんまジャックさんだと甘そうなんだよな、ね、なんか難しいんですよね、この、でもカラーしてるからいけるかな。ブリーチ履歴ってちなみにドッキンどう？このハイライトの先っちょだけにブリーチがちょっとなので、あのブリーチ 100% はないです。ここら辺あのハイライト入れてないですか？ハイライト先っちょだけこう入ってる入れれる感じですか。でもそんなに直近じゃないと思います。でも同時にカラーしたいから、はい、アルカリじゃない方がいいかなと思いつつ、うん、よし。お土産もの残りやすかったですね、この間。ここも結構ここだけ癖あるみたいな。ここは直毛なんですけどね、なんかこの質感になるというか、ピリッとしたね。うん、なるほど。いやー緊張してきたぞやだなよし、行きましょう。はい、はい、お願いします。じゃあ後ろお願いします。ここですね、この部分が絶対膨らむんで、原因としてはもうここのうねりですね。このうねり、ただここ宿毛矯正の履歴があって、もう明らかにここでラインが出てるんですけど、多分アルカリでいてこの場は良くても耐えてきた時にラインが出そうだから、今日はまた弱酸リッチューの2対1をペーパーでしっかり伸ばすパターンでいきます。でもみあげもさっきおっしゃってたこの質感になるって言ったんですけど、もみあげなんかちょっと攻めれなそうな、なんかちょっとダメージが感じるんで、これ言ったらチリチリになるやつじゃないですか。もしやなったことありますよね絶対ありますねやだやだもうハイブリッドですね。ここはまあ後ろも結構時間置くと思うんで、ここら辺周辺は酸性使って怖いんで行きましょう。はい、準備します。じゃあ早速いきましょう。今日は頭の形を変えます。でこの襟足ともみあげマジで注意しないとチリつくと思うんで、ここは酸性でいきます。ここリッチとスピエラを 10% ですね。こんな感じでもうリッチスピエラ 10% を塗って、で、できる限りビビらせないように、最新の注意を払います。で、この上は、リッチというのですね。システアミンと、リッチがシステアミンなんで、システアミンとチオグリセリンの2対1。で、弱酸性 pH 6.5 ですね。正確に pH 6.3 ぐらいなのかな。なんで、これでしっかりと、弱酸性だけど、しっかり伸ばすために、ペーパーでちゃんと応力緩和を使いつつやります。で、この時に注意するのが、前回の宿毛矯正の伸びが悪いところが、なんか、ちらほら見受けられるんで、そこまで伸ばしちゃいましょう。で、こうして。
ここですね、前回の伸びが悪いところ、ここまでいきます。で塗布量は多めでこんくらいですね。はい、そんな感じで、もみあげもリッチスピエラ、他が2対1でいきましょう。頑張りますね、美容師さんなんで。美容師さんなんでお客さんでも頑張るけど美容師さんの一番のあれは、まず複雑履歴、はい、あと明日サロンに行ったらめくられるチェックされる。あ、絶対あるじゃないですかそれあれかもしれないですバレちゃう。そう、なんか YouTube やってる奈良さんのとこっていう人のとこ行ってきたっつって、え、どんな感じどんな感じどんな感じじゃないですかみんな多分ね、勉強したいと思います。本当に、はい、知ってます、僕のこと。知ってます、知ってます。あ、はい、ありがたいです、うん、勉強させていただいてます。いや、ありがとうございます触って、こういう感じ、あ、うん、これ切り残してねみたいなのとかがないよね。ないよね。あんだけチャンネル上げていただいて、あ、かなり ね、はい、勉強になってると思います。あ、本当ですかね、うん、ありがたいです。2年半で続けて、この間ようやく10万人いったんです、すごいですよね、うん、すごいです。いやいやいや、ね、地道に地道に。でも思うと初期の頃の編集とかひどいし、うん、なんか機材とかもやっぱね、うん、今より良くないから、なんか歴史だなと思って、うん、やっぱり分かってきますよね、ノウハウっていうか。そうね、徐々に徐々にね、編集もちょっとずつ早くなって、まあでも時間はかかってますけど。ご自分で全部やってます、あのテロップ以外は。すごい、すごいです。テロップ入れだけを全部編集終わってから、じゃあこれ字幕っていうかテロップ入れてくださいって外注してます。なんか最初っていうか 2,3 回頼んだことあるんですけど、はい、やっぱね、思い描いたのが来ないんですよ、パッと割り。美容師さんがないところと、多分編集の人ってそれ伝わんないんですよね。そうですね、うん、何でもできますね。いや、何でもできないパソコンであんまりね、得意な人、美容師さん少ないですね。少ないですよね。パソコンは結構得意な方かもしれない。ああね、うん、まあでも本当に得意な人の前では言えないけど、美容師の中では俺結構トップクラスに PC できる自分でトップクラスとか言うの。あ、うざいそこはいい気持ちにさせてよ。あ、トップクラス、あ、うざい、トップクラス、危ない、うざ、お前危ないじゃないですか、薬乗っけたのにクラスです、うざ、トップクラス。今まで働いてた店とかだと、うん、だっていなかったんですよ、僕よりできるんです、 PC ができるとか、うんうん、っていうだけであって、はい、いや、じゃあちょっと撤回します、トップクラスではない。いいですよ、トップクラス。え、おい強制の薬頭につけんぞ。やばいよ、別に。どうぞ。あとあと大変なのご自分で。あ、そうだ。そうですよね。一時の怒りで溶かしてしまった。毎日その溶けた髪の毛を見て治そうにも自分がやってしまったから、しかも治らず。いいです、どうぞどうぞ。お前性格悪いよ。あ、よくはないです。全然。私の髪の毛をとんでもないことにして、ね、毎日見るのは長さんです。とんでもなく可愛くしたじゃん。今矯正つける、すごい綺麗、うん、すごい綺麗ですよね。私の毛がいいんですよ、ね、黒染め、おおこれ黒染めスタートですね、すごいですよね。超大変でしたね、綺麗。あ、山なんで飽きちゃいますよね、やっぱりね。私これ多分数ヶ月後にはまた黒くしたらいいの。いいって黒くしてると思います、ね、前髪黒くしたいってこの間言ってたから、多分数ヶ月後にどうせすんだなと思いつつ反対しておきました。それはねえぜっつって確かに表面ないですね、あんまり癖が。そうなんです、うん、でもちょっとやっとかないと。はい、1ヶ月前の矯正で、はい、これか。でもちょっと若干甘みにしますよ、あの、はい、何かっていうと結構強いところがあって、はい、確かにそれアルカリでいっちゃうとラインでそうなんで伸びてきて、うん、とりあえず今日はこの鉢のところが収まる。はい、はい、じゃあ10分お待ちください。はい、あ、なんか OK ですね、意外になんか早いかも、やばい、急ごう。はい、では外します。はい、ちょっと使いますね。はい、ちょっと見てください。はい、なんかしっかりしてます。ただちょっとまだ芯があるんで、インフォームで浸透促進をさせつつも、この中間から毛先にかけてをちょっと微還元させます。ちょっとやっぱ硬さが出てるんで、その硬さを少し取るためにちょっとだけシステアミンとトリートメントを混ぜていきましょう。で、もみあげの感じとかも多分、うん、大丈夫ですね、ここはスピエラなんで。ある程度インフォームつけました。そしたらしっかりとコーミングで伸ばしつつ
つ手先アクア1対1ですね。微妙に還元してくれて、さらにアクアの CMC が入ればいいかなって思ってます。ここら辺が特に癖が強いところで、さらにこの上のところ、8のところですね、ここら辺の癖が一番ボリュームの肝になってるんで、ここら辺はちょっとしっかり見に行きましょう。ちょっと追い足ししてもいいかな。あとここら辺は2値足します。はい、リッチとアクアを毛先に。よし、じゃあこれです。何分置こうかな。毛先ブリッジ入ってんだよな。3で流します。3分お待ちください。はい、はい、まあご存知かと思います。一撃が勝負です。一撃が、よし、お疲れ様でした。はい、はい、お願いします。活性キャラチン、キャラフェクトコネクター10倍希釈ですね。よし、もみあげ特にしっかり、襟足とアクア CMC、 液状の CMC と酢酸ナトリウムでアイロンで熱ダメージから防ぎます。そんなに長さを変えないんで、今日はカットは最後にします。最近にオイルつけます。オイルつけてドロップ CMC ですね。もみあげにしっかり。今日はもみあげをビビらせないが第一か。絶対ビビりやすいもみあげしてますもんね。わ、ね、かりますもん、うん、やりづらいだろうなみたいなね。そうそう、ありますよね。これはね、あ、サロンだよ、ナーさんじりってるよってならないようにします。怖い怖い。難しいですよね、毛質が、場所によってね。多分結構美容師さんの難しいのって、うん、超綺麗にそこら辺アイロンするんですよ。うん、ね、分からないですよね。そうそうそう、しかも一般のお客さんと違って平気で180度でやるじゃないですか。そうですよね。ね、岩崎さん、あなた毎朝180度でガン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 やってるから。はい、ドッキリ訪問したら嫌がられますかね。ドッキリ訪問、なんか、すみません、やりたいんですけどとか言って、私が言ったら多分しかも強制、はい、ドッキリ訪問すんの。帝国の美容師さん、頑張ってください。どう綺麗にアイロンしてって。なんでそんな性格悪い。乾かします。はい、乾かし終わりました。まあ、ある程度もうこれで癖は取れてるんですけど、しっかりアイロンツインブラシでいきたいと思います。特に後頭部はしっかり目に熱を置きして、で、毛先ちょっと硬くなってたところにシステアミンと CMC 入れたんで、少し柔らかくなるんで、アイロンスルーでいきます。はい、じゃあいきましょう。何そのどうやろう。だいぶストレートになってきました。結構伸びてそうですね。感じです、はい、カラーは根元のちょっとした白髪と、そうですね、白髪染めまだ入れたことないので、あのどっちでもいいんですけど、なんかぼかしていいと思います。はい、どっちかっていうと赤みも気になります。そうですよね、結構がっつり赤メラに。そうなんですよね、もうこの色になるので。何とも言えないですよね、もう。何とも言えない。グリーンシャンプーとか使わないですか、あんまり。使ってますね、そういう。これ時間経っちゃったのであれなんですけどね。前回の矯正は自分のところのサロン。そうですね、後輩の子にやってもらいました。テストを兼ねて。そうそうそうですね、練習ですね。ちょっと私の毛が難しいので、いろいろモデルになってます。あ、そうなんですよね。美容師さんそれがあるから、ね、いろんなモデルやるから。もう履歴がよく分かんないことになるんですね。そうそうそう、履歴ね。私あんまやったことなかった。私でも俺結構やったイメージあるけどね、新しいカラー剤。うん、あ、でも大体赤とかじゃないですか。あ、そう、派手とか、うん、なんかそんな、なんか派手担当でしょ。派手担当、あ、ねえねえ、派手担当いいですよね。結構普通の一般的なただのトリートメントとかはこうなってくると意味ないんで、それはそれで違う担当がいて、うんうん、そうですよね。で、1人誰かチリチリになっちゃった子がいて、相当怒られました。でも言うても犠牲は必要じゃないですか。うん、そうそうそうなんですよね。そうそうそうなんですよ、そうなんですよね。マジでかわいそうだった。超チリチリになっちゃった。めちゃめちゃ怒られてました。どうしてくれるんですか。しかも2人、うん、お二方ともロングっていう、ロングで2人ともチリチリになっちゃって、うん、どうしたんですか。なんでっていう、うん、めっちゃ怒ってました。めっちゃ怒ってたね。超怒ってました、ね、でも僕なんかあの、うん、会社 その材料担当だったから、はい、やっぱ入れる入れないは判断しないといけないから。ああ、そうですよね、うん、使ってみないと分かんないですもんね。そうで、言われた通りメーカーさんの言われた通りに使って、うんうん、チリチリになったんで、メーカーさんにどういうことだって言って、で、まあ一件落着だったんですけど、うん、毛は戻ってこないですよ。毛は戻ってこない。そうそうそうね。しょうがないですよ、美容師さん。あ、それしょうがないということで、そういうこともあるよってね。ね、人柱は必要なんです。お客さんね、いきなりお客さんも試せないから、ね、そうそうなんですよね。美容師だとアレンジしてね、可愛くうまいことできたりするから、ちょっと頑張ってみたいな。ちょっとごめん。でもロングチリチリだとやっぱり2年ぐらいダメですから、ね、そうですよね。いろいろね、誠意は見せちゃうんですけど、ね、でも2人とも伸ばしてたから、うん、切りたくねえし。
あるあるですよね、このたくさんの犠牲のスタッフの上に、うん、今の僕があるんで、ねえ、感謝しかないですよね。感謝です、本当に犠牲にならなくてよかった結構だって言うてるけど成功してる回数の方が多いですね。ねえねえ、そう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 ですよね。なんかしないけど、あそこの2人だけダメだったっていうのはあれ私でも宿毛矯正伸びなかったことありますよね。あ、しかもチリリじゃん、ちょっとチリりましたね。難しいですよ、2回ぐらいやりましたね。1回目がなんか、うん、ブリーチ毛にはできる宿毛矯正って言われてやってみた、うん、全く伸びてない終わった後もみんな今みたいに酸性スピエラとかを使ってどうこうじゃなかったんですよ、はい、うん、なんか伸びるって言われて、なんだっけ、サロマンドだっけ、全然覚えてないんですけど、で私がちょっとブリッジモーでくせ毛だったから、うん、やったんですけど、うん、一番伸びてほしいとこ全然伸びてないんで、ちょっと傷んだだけだったんで、メーカーさんがやったんです、それは。あ、で2回目はなんか2回目はスピエラ初登場の時、初登場の時でやりたい、うん、ブリッジモーの指導生って言われて、うん、いいですよって言われてお土産がちりったっていう。ねー、結局そうなんですよ、ね、うん、今思うとあの浅い知識でよくやってたなって、まあ、試す人がいなかったのと、私ちょうどここを刈り上げたくて、うん、もう刈り上げるから別にいいですよって言ったんですよ。いいですね、うんうん、いらないからって。そしたらちゃんとちりってました、ね、ちゃんとちりた、ね、だから2、3日見ないといけないじゃないですか、様子を。そうですよね、早く刈り上げろって思ってました。ちりってるじゃないかそう、経過もね、見せないといけないですよね。そう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 、私は早く刈り上げたいね。1週間ぐらい見せてくれ1週間ちゃんと見せました。1週間ちりたけね、1週間見て、あ、やっぱちょっとこのやり方じゃダメだね。うん、まあ、よく考えればね、ちゃんとやってる病院だと思いますよ ね。そうですよね、そうそうそう、ここら辺くせついですね、さすがにね。え、本当に自分でアイロン入れててもやっぱりね、うん、伸びないですもんね。ですよね。うん、もう上がりましたね腹減ったんでしょ。お昼食べてないですか？言って、あ、なんかガッツリ食ってないですね。あ、そうか、そうですよね。ところてんですか？ところてんまだ食ってない。ところてんもいいですよ、好きなんですよ、ね、夏に食いところてん。いいですよね。でも消化も早そうですよね、ところてんって。一瞬でないと、ね、一瞬ですよね。ところてんが磯の匂いがするはずなんです。うまいじゃん。いや、でもところてん何がうまい？酢が好きなんですよ、僕。へぇー、酢とところてんのちょっと磯っぽい感じ。健康ですね。いや、健康ですよ。酢が好き。まあでも毎日お酒飲んでるんであんま健康じゃないですけど。いや、でも人間ドックはオーレー。あ、すごいですね、はい、絶対おかしい。すごいです。水を死ぬほど飲むんですよ。いや、それが健康ですよね、きっとね。多分そうです、うん、喉乾いちゃった。でもなんかペットボトル溜めるんですよね。ゴミの話ですか？いや、なんか冷えてた方がいいんですよ。本当は常温じゃない、常温の方が体がいいんだけど、うんうん、冷えた方がいいから飲むじゃないですか。でもお客さんカットとかするじゃないですか、はい、置いておいたりするとぬるくなるじゃないですか、うんうんうん、そうするとじゃあそのまま冷やすじゃないですか。でも冷えてるの飲みたいから新しいの開ける。これペットボトルがいっぱいあるんです。そういうことですね。全部飲めばいいやん。すっごい全部中途半端に。あー、なんか5分ぐらい溜まってる。ありますよね、そういうね、冷蔵庫埋まっちゃうやつ。もう2週とも嫌だ。冷蔵庫ほぼ長津さんのものしか入ってない。何ですか、鬼シュートね。ね、拾った、そこは。拾ったね。何ですか。はい、腹作ってきます。鬼シュートメガ、じゃあ作ってきます。作らせていただきます。シュートメガ作ってきます。よし、か、あとは紙の水汁、少なくともその後輩がやったストレートを超えなきゃ。いやいやいや、後輩も見てもらおうかな。一緒に見ようかな。一緒に見てから、うん、はい、じゃあ行きましょう。まあカラーされてからそんなに経ってないぐらいなんで、今日は 14N2GB グリーンリブブル4対1対 30%5% でいきますの 4.5% オールでいきます。テンサイト大さじ2杯ぐらいで、インフォーム3プッシュ、ケラベックコネクタ1プッシュ、 GLT が 30g、 アウタム 2g です。はい、行きましょう。たまには違うサロンでやるのもよくないですか。いいですよね。うん、楽しいです。自分のサロンだとね、教えながらになるから、うんうん、使ってる薬とかも違いますしね。あ、そうだから僕もあの使ってる薬を全部言っちゃうっていう YouTube だから、うん、ちょっとなんか、うん、ありがたいって言ってくれる人多いですね。そうですよね、うん、調合とか配合がわからないからね、そうそう、習いたいという方が多いですよね。でも昔からあるあるなんですけど、はい、業界誌って言えないんですよね。そうなんですね。業界誌ってなんか薬剤全部言えないんですよ、特にパーマ液。
あ、そうなんですね。ジオ系薬剤とか、シス系薬剤とか、わからんわ。グレーゾーンでした。だから業界誌とか僕すごい好きで、新病からボブからエアモードから結構読んでるんですけど、そのイライラをじゃあ自分でそういうの発信していったらいいんじゃないかなと思ってやってる。勉強にはなるし、ネタ的にはすごい面白いし、すごいカリスマ美容師さんたちのあれが見れるんだけど、結果何使ってんのつって気になっちゃう。はい、うんうん。気になってないでしょ、絶対。気になってない。気になってない。気になってない。ケミカルとかマジ興味ないですからね。あやさんが何言ってるかたまに全く分からない。全然分からない。男性の方が好きなんですかね。好きな方が多いイメージあります。そうですね。イメージで。ね。分かってないっていうのは、この前、神戸の西さんと会話してもらった時、喋りましたね。何言ってるか分かってないです。興味ないですね。西さんのサブチャンネルの岩崎動画で言ってた。全然わかんない。何回も聞いてんのに確かに毎回セミナーついてて、毎回セミナーにいるから、もうなんならおいおい飽きたよぐらい聞いてるはずなのに、詳しいことまでは答えればいいのに、なんかセミナー中に僕に聞かないで岩崎に聞く人とかたまにいるじゃないですか。僕は空いてなくて、岩崎はこれって何ですか。でも答えられるものもあるんですよ。一応一通り覚えてるし答えられるんですけど、なんか本当ケミカルめっちゃ勉強してますみたいなも人に言われるとマジでわかんない。それちょっとなやさんにお願いします。ちょっとわかんないって言いますね。さすがにそんな詳しいで聞かれたら答えれる知識はありますけど、長谷さんみたいな方に来られると、ちょっと私わかりませんってなる。全然わかんないから、いつも、笑顔で。ちょっとわかんないんです。もう好きだと入るんでしょうね。その好きなジャンルは入るじゃないですか、女性でもね。そうそう。だからもうパラあんまり興味がないんでしょう。興味なし。興味なし。何言ってんだろうね。難しいんですよね。難しい。難しいですよね。難しくないように言ってんじゃん、俺。何がいいって、ケミカルを制するとお客さんの髪質変えることができるんで、面白いですよね。もっとすごい人いっぱいいるし、だ僕はなんかすごいケミカルオタクには慣れきれてなくて、むしろなんかそれの応用編が得意。こういう理論があるよね、じゃあこれなんか実践で一番使いやすいのこれだよねっていう、しかもシンプルに紙砕いてっていうのをよくやってます。一番ありがたいですね。そうだ、よくセミナー行くと、それこそ6、70代以上の女性の先生、言い方悪いとおばちゃんサロンの先生が結構来てくれます。すごい最前列です。すごい。いやいや、めっちゃ行くじゃないですか。先生と呼ばれるわけです。そうですよね、先生と呼ばれますよね。先生の使ってる薬剤を全部仕入れてます。かわいい。いや、すごい、ありがとうございます。先生、今日はお勉強させてもらいに来ましたって言って、いや、いや僕ね、よし、いい仕事だなと思いましたよ、本当。思わないんだって。近所の人とか自分の知り合いをずっとやるじゃないですか。だし、ご新規の人とかそこまでね、集客だってしてないだろうし。でもそのいつも来てくれてる人をさらに綺麗にしたいから勉強して、でね、ふとした瞬間にディーラーさんから僕のあれを聞いたのか、YouTube 見てたら僕が出てきたのかわかんないですけど、バッって言ってその人の薬剤を全部揃えて、でいろいろ試して、分かんないことがあるからセミナーに行くって、すごいですよね。素晴らしいじゃん。いや、なんかいつもね、感動するんですよ。すごいです。テレビ見てますって言われた。テレビでいつも見てますって。テレビは見てないと思う。いつも多分テレビで YouTube を見てるんだ。そこですね、そこですね。テレビ見てます。かわいい。テレビ出てる人かわいいんですよ。かわいい。テレビは出てないけどなと思います。そう思って、いや、思うじゃん。テレビは出てないけど、ここで言ってもなんか違うかなと思う。先生って言われます。かわいい。私はその横目に、横目にあれですよ、あのちょっと若い子たちが、セミナー終わりに一緒に写真撮ってくださいのレジをちょっと、ちゃんと言ってますよ。長さと撮らなくていいんですかっていつも言うんですけど、たまにさ、岩崎と撮ってさ、俺とは撮らずに。あれ、いや、俺はあのケミカル美容師さんと、あのそういうあの先生が質問とか来るから、それに答えてると、あ、向こうでなんかシャメめっちゃシャメの音がして、あ、じゃあ次こっちかなと思ったら、じゃあお疲れ様でしたって、あ、帰るんだ。いや、いいけど、お、どのパターンありなんだね。
俺のセミナーだっけ、ね、写真は求められないっていうね。それ動画で言ったっけ。言ってないと思います。多分何も言ってない。動画で言ってない。言ってないか。セミナーの話はあんましてない。ひどい。終わるじゃないですか、うん、岩崎両手にお土産ちょっとドーッと持ってて、すごい構えました、うん、俺なんかモデルさんが回った1個のやつ、うん、えどういうこと。いや別にお土産をくれとは思わないけど、なんでお前そんななの。いただきました。しかもちょっとムカつくのが、ね、あの出たムカつくのがお土産すごいいっぱいなんですよ。で、うん、お菓子かだからもうちょっとかさばるじゃないですか、うんうんうん、で自分のキャリーケースにどんどん入れるわけですよ、はい、だからドライヤーとかアイロンが全部こっちに回る。重いやつでなんかじゃあ行くよって言ってキャリー持ったら、うん、もう鉛でも入ってるかのように重くて。そうですよね。でちょっと待ってどういうことって岩崎のやつ持ったらもうスンって上がって。私のお菓子入ってます。え私のお菓子入ってます。あもう知ってるけどお菓子も担当にすればいいじゃん。えだから言ったじゃないですか、それに関しては。なんかセミナーとか出張が終わるじゃないですか、長谷さんってお片付けしないでどっか消えちゃうんですよ。だから一緒に片付けをすれば一緒にどう配置するのできるのに、うんうん、私一人に全部やらせるからそういうことになるわけね。今ちょっとプーって市場階段とか行ってやるからそういうことになる。だからそれをやられたくないなら一緒に片付けしてくれりゃいいんですよ。じゃあこれどうしよう。逃げやがって。はい、行きましょう。途中で赤が CMC 足しますね。CMC を足すのと同時に水分が入るんで、微糖のカラーの酢酸、ナトリウムによって乳化されることによって、残留アルカリを飛ばすっていう効果が見込めます。なんで、しっかりとつけます。であと、最終発色の追い込みもできるんでね、結構おすすめです。5分で流しましょう。ドライカット、行きましょう。はい。ノットのミスト使います。はい、レブリン酸とリピジュアで髪質改善プラス蓄積型ケラチンで毎日どんどん髪が良くなるですね。はい、リンゴイル。いやストレートしたからちょっと量取れますね。ね、そうですよね。でも頭がもうちっちゃいです。あ、逆に、はい、もうよし、行きましょう。チリついてくれるなよ。大丈夫そう。怖え。よし、行きましょう。お疲れ様です。ありがとうございます。伸びましたね。はい。これいいと思いますよ。いい感じ。いや、危ない危ない。あ、大丈夫大丈夫。襟足大丈夫。はい、こっちも大丈夫。触ります。あ、全然違う。バッチリ、ね、全然違う。バッチリです。はい、すごい。よし。ということで、今日はこの顔周りのレイヤーを強くするのと、全体的な量を取ります。顔周りからいきましょう。よし。で、ちょっと外羽の少し、まあなんだろうな、ウルフまではいかないけど、レイヤーがしっかり入ってますって感じにしたいんで、ここ前に全部持ってって、ここですね。ここら辺をちょっと切っていきたいかなと思います。チョップカットで。で、この時に、ハサミの角度を、肘が普通に行くと、こっちに行きがちなんですよ。この角度で行きがちなんですけど、逆にレイヤーで入れていきたいんで、ハサミを奥からこういう角度で入れないと、綺麗に切れないんですよ。だから、普通に行くとこう行きがちだけど、ちゃんと奥まで行って、で、こういう形ですね。このレイヤーを入れてあげる方がいいですね。で、もう一度。でちょっとここ短くなっちゃってもいいと思うんですよね。というかむしろ短くしちゃった方がこの後ろとのメリハリができるんでおすすめです。でドライで切っていくんで左右合わせるの結構難しいんで、あのちゃんと鏡見ながら左右回していってください。こっちは今度は下からこういう角度で入れます。こういう大げさにやるとこういう角度、これこういかないように、こっちは楽です。だからこれでまずここのレイヤー感がついたんで、トップのレイヤーを今切ったところですね。で、後頭部のレイヤーも。だから引き出しの角度がこの90度。トップのクラウンの部分が90度でレイヤーが入ってくるといいですね。この角度でレイヤーが入ると。これですね。そうすると顔周りが短くなりました。トップにこのレイヤーが入りました。はい、量を取っていきます。さあ癖が取れたんで量しっかり取れると思いますんで、ちゃんと取りましょう。はい、もう出来上がりのデザインを考えながらスライドパッド、多分前回のストレートの甘かったところっていうのも全部しっかりと伸びてくれてるんで、ここは首が綺麗に見えるように、首に沿うようにここら辺はしっかりと量を取っちゃいましょう。で、鉢植えも今日はしっかり取れるはずです。美容師さんなんで、ちょっと好きすぎても大丈夫です。自分でスタイリングできるんで。てりゃって言うとあれか。
いや、なんかあの再現性っていうことに関して言うと、ぶっちゃけあんまり好かない方が、お客さんはブローもできないし、ブローもできないっていうかがっつりできないし、アイロンワークもあれなんですけど、基本的にちゃんとできる人、お客さんでもいるじゃないですか、すごいちゃんとできる人っていうのはちょっと攻めていいんですよ。か本当にあもう私何もやんないんですっていう人はもうワンレグス切ってインナーグラデーション入れて好かないっていうのが一番いいんですけど、いろいろコテも負けます、アイロンもできますだったら、どっちかっていうとこのデザインをしっかりしていった方が喜ばれることが多いです。なんである程度、しかも今回はしっかりと頭の形を小さくしたいということなんで、かといってセッニングでガンガンついちゃダメなんですけど、こうやってスライドカットで量を取っていくぐらいだったら、ちょっとしっかりと取るぐらいがいいです。癖があって取りづらかったこの鉢のあたりですね、をしっかりと取ります。触り心地動画で伝わるかな、伝わってる、ツヤツヤしてます、触り心地ね、ツヤツヤしてるから触り心地よく見えるかなと思って、あ失礼しましたいい、そうなんだよね、手触りがやっぱ全然違う。これでさらに耳の後ろあたりをちょっとセニングしてあげて、でこの鉢のちょっと下ぐらいですね、ここら辺を落としてあげると、さらに頭小さくなったんじゃないでしょうか。続きまして同じことを左もやります。いやーよかった、これで明日のサロンに行っても大丈夫です。明日お休みですか。明日はお休みです。帰る、はい、水曜日にみんな水曜日ですか。時期的には夏休み前で新人がなんかちょっと疲れましたとか言い出す時期ですか、うん、あそういう時期ですよね。なんかこうある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 、3ヶ月経ちました、あるある、そうそうそう、うん、なんかいややっぱ美容師本当にやりたいと思ってなかったかもしれないですか、ね、ね、あもう背負い投げしたいぐらいのやつてめえこの野郎いや、ねね、そうなんですよね、いろんなね理由で、ね、はい、海外行くとか言い出す時期海外に行くって言い出す時期です、ね、うん、迷うんですかね、どうなんでしょうね、うん、う3ヶ月で、何ヶ月ででも海外に、ね、うん、何ができるんですか知らないよ、ね、美容師3年目というのないですね、美容師になって3ヶ月ですよね、うん、そうそうそう、何ができるんですか。いや、あなたの大親友ですよあ、え、3ヶ月でしたっけ。8月だったから、まあ4ヶ月ました、ね、ドイツに渡米しようとして、ね、渡米じゃねえな、ドイツなんて言うんだろう今一瞬何のことか思いました、はい、そういえばそんなこと言ってたのは長期夏休みを取られた方ですね。うーん、なんかちょっと飛んで、でなんかまあ海外に行くって言い出して、うーん、説得して、はい、じゃやろうぜっつって、うん、美容師、日本で美容師もいいと思うよっつって、うんうん、で止めたら止めて、うん、じゃあやりますっつって、うん、1週間ぐらい飛んだんですよ、飛んだっていうか、うん、まあ来なかったんですけど、うんうん、で帰ってきたと思ったら、はい、もうそいつの夏休みになって、うん、なんかわかんないけど2週間ぐらい休みますよ超スッキリした顔で帰ってきて、でも今ちゃんと美容師やってる、日本で美容師やってます、日本で美容師やってます、すごい、はい、そうですね、良かったですね、でも、うん、休みを取ってその子は良かったですね。いや本当ですよね、うん、私ともう一人の女の子はもうブチギレですよねあいつマジですもうそんな3ヶ月だから、そんなさほど言うて仲良かったけど、まだそんな浅い関係で、今はめちゃめちゃ仲良しです。そうそう、やっぱね、若いと分かんない部分あるんですよね。分かんないですよね。やめようとしてる1年生、今耐え時だよいやまた俺いつも思うんですけど、同年代の子たちは楽しそうにやってるしみたいなこと言われるじゃないですか、店長やってると言われるんですけど、いやインスタのストーリーに映ってるのはみんな頑張って楽しくしようとしてんだよ、うん、ちょっとありますよね、だって辛いとこそんなあげないでしょっつって、うんうん、そりゃそうですよ、だってバーベキューなんか行ったらもう、うん、わーバーベキューイエーイみたいな、うん、海イエーイっつって水着イエーイみたいなことあげるじゃないですか若いから二十歳そこそこだから、うん、あげて、それでもうみんなそれを見てストーリー見て、うん、はあいいな、なのに俺はこんなサロンで床履いて、うん、なんかシャンプーして先輩の買い出し行ってみたいなこと言うけど、うん、そいつバーベキュー毎日行ってねえかなっつって月1回とかだそう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 本当にそうですそこがね、そうそう、その月1回の他はずっと会社で残業してカタカタカタやってるかもしれないじゃんっつって、うん、まあ分かんないけどインスタというものは僕の時代にはなかったから、うん、ガッシーさんと、ただやっぱ新卒入って一番きつい時期、うん、大学3、4年生じゃないですか、周りが、うん、そうですよね、楽しそうでしたね、だから結局一緒なんですけど、うんうんうん、遊びたい、遊びたいのかな、
遊びたいですよね。遊びたいですね、うん、新卒より今の方が遊んでるかも。それお金があるから。そういうことじゃないんだよ、うんうん、そういうことじゃなくて違う違う違う。だ新卒なんか時間ないでしょ。時間、今の方が時間ないですけど。でもそのかすかな休みを見つけて。だから新卒だとあれなんじゃない、うん、あの要はそのかすかな休みでもうとりあえず寝るしかやんなかったでしょ。寝るしかやってない。かすかな休みを奪われないように。大変なんですね本当、みんな休みがなくて。はいはいはい、お休みちゃんと取れてます。うちは取れてますね。 あれ、そうですね、厳しいですよね最近ね。あ、そうですよね、うん、本当僕もそういう話は聞いてるんですけどね、うん、見習ったらいかがでしょうか。え、やばいよねうち。やばいと思って。やばいやばいよ、やばいんですよねえ、はあ、体力が続けば。いや、ね、本当ですよね、うんうん、体力は全然続いてるんですけどねえ。続いてない続いてない。しない本当やばいんですよ、朝から晩までずっと。そうですよね、はい、忙しいですよね絶対。でもなんか 今しかできない、ま、そうなんですよ。なんでしょうね、うんうん、そうそうそう、乗ってる時にやっといた方がいいですよね。こう気分が乗ってたりとか、そうそうそう、体力がある時とか、ある時にね、なんかこう、うん、今頑張ろうぜ。違う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 かな、うん、乗ってる時に頑張ろうぜ。いや頑張るのは頑張りますけど。あの違いますよ、最低の定休日ってあるじゃないですか。最低日数の定休日って。休日手当払って。お金でね、はい、それでもいいですよね。頑張りたいってお金を稼ぎたい人はチャンスがあるっていうね。全部払ってます、休日手当から、うんうんね、出張手当から、ね、それもとっても今しかできなかったりね、しますから。そうなんです。悲しい顔してる。悲しくなっちゃう。悲しくなる。今もう悲しい顔してないじゃないですか。いやマジで一生恨んでますから、ね、私草津温泉を台無しにしたこと一生恨んでますから。草津温泉買わせるの恨みです。なんかもう予約したのに嫌だ、うん、予約したけど、うん、撮影が入ったんですよ。 あるあるじゃない。絶対ここには入れないでくださいって言ってたんですよ、うん、あの絶対ディズニーとかそういうなんか行きたいときは前もって言うんですよ、うん、絶対に入れないでくださいって。もうピンポイントですよ、それは。いや違うんですよ、もう無理で、うん、あの撮影で候補日出してくださいって言って、うん、で第一候補、第二候補とは別のとこで、うん、では最悪第三候補でそこに岩崎に連れてったら、あ、じゃあちょっとまあ上二つダメなんで第三でって言われて、あれ、チーン、あれ、あれ、涙がちょちょ切れますね。ねね、旅行ね、ちょっとカットの解説してない。まあでもついてあのまあ重いとこを取った感じですね。じゃあ一回触ってみてください。はい。ああもうすぐ逃避です。すぐ逃避。すぐ逃避。わかりやすいです。でちょっとここを少しスッキリさせて、うんはい、ちょっと外羽スタイリングしてみましょうか。はい。どうぞなんで。はい。今日はストレートアイロンでいきましょう。はい。アローディアデンソイルオスマンサスですね。よしちょっとツースポイントいきましょう。そしたらもうストレートアイロンで GLT の意味の結合を完成させつつ外羽スタイリングでいきます。こうしてでちょっと跳ねさせましょう。はい、こんな感じ。あんまグリーンって跳ねさせたフェミニンなスタイルは多分モデルさんに合わないかなと思うんで、ちょっとストレートアイロンで軽く跳ねるぐらいの方がいいかなと思って、今日はこれでいきます。ストレートアイロンはストレートアイロンの良さがあるんで、自分の癖を潰しながら外に跳ねさせることができる。だから根元の癖がちょっと生えてきたとしてもこいつでうまくまとめることができるはずです。でここから上はレイヤーなんで普通に、ね、跳ねさせないでストレートにです。はい、ここウルフっていうかこの前髪ですね、このところは内巻きにします。はい、ここですね、この顔周りのところは内に入れちゃって、でこの長いところだけちょっと外に跳ねさせましょう。で表面も全部内ですね。よし、そうするとなんとなくこのかっこいい感じのウルフっぽい感じでできます。結構量取りましたね。すごいです。いい感じです。いい感じです。さあ、はい、お疲れ様です、はい、ありがとうございます。さあ、緊張の一瞬。緊張の一瞬。はい、いい感じです。すごいです。これだったらいい感じです、はい、バッチリだと思います。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか。うん、すごい頭の形がすごい綺麗です。はいはい。ありがとうございます。いや、緊張しました、本当に。ありがとうございました。ありがとうございます。
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ビオリさん緊張しましたというか、そして思ったより癖もちょっと強かったです。強かったですよね。でも量も結構しっかりありましたね。ありましたね、はい、思ったより大変だなって途中で思いがいてちょっと大変な気質で、そうすいません全然大丈夫、いい感じに色も、はい、あのちょっとグリーン系、グリーンブルーですね、はい、で、ちょっと赤みを抑えて落ち着いた感じになったんですけど、少しカットで、はい、華やかな感じにしました。はい、はい、そんな感じで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おい、お疲れ様でした。はい、受けたでございます。あ、これだったら大丈夫だろう、サロンの人もね、もうサーフェクトで。ありがとうございます。お疲れ様でした。あとはなんか時期見てハイライトいっぱい入れたらかっこいいかもしれない。そうですよね、はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。うん、なかなかね。じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。もう眠い。そうですね。お眠いの時間にやってまいりました。明日は。あ、次オムバーグ食べる。銀座目黒。そんな感じで目黒だった気がする。いってらっしゃいませ。オムバーグ。バイバイ。